今日の内容は8ピンリレーについて調べます。まずシーケンスや機関配置を確認します。プッシュボタン1番を押すとリレーが女になります。リレーは自己維持となってリレー機 B 接点の場合は GL ランプが点灯 A 接点の場合は RL ランプが点灯します。 シーケンスによって各気候別の決戦を開始します。 ランプの色を設定して動作検査をします。c ケースにいる内容と比較してください。 今日は8ピンリレーを通じたリレー設定の変化とそれを通じたランプの点灯を調べました。視聴してくださってありがとうございます。購読とグッドボタンを押してください。